しに行ったのはタック早い体からの下手投げ。ぶつかりました。押し合いになるが、コラケン出る、左の回し入った、コラケン出る、上手投げはどうだ。北海道発牛乳パックで紙相撲2020年3月4月場所、これより8日目幕下トーナメントの取り組みであります。芦別丹九郎に清見丸、西方芦別丹九郎、芦別市出身、芦別部屋、東方清見丸、岐阜県出身、ウェルコミュニティ飛騨部屋。幕下トーナメント準々決勝の取り組みであります。牛乳パックで紙相撲実況中継です。3月4月場所は8日目の取り組み、お送りしてまいります。実況は私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊津でお送りします。今日も北海道札幌市北区篠郎にあります木田商店ハッピールームから中継でお送りします。今日は本当、このインターバルでも話してたんですけど、札幌は寒いんです。そうですね、4月とは思えないぐらいな、風が冷たい。最高気温は6度7度とかだったかと思うんですけれども、ただ風があるんで体感が寒いですよね一応プラスなんでしょうけどみたいな感じの体感ですね。さあ準々決勝幕下トーナメント、今日4番行ってまいります。清見丸と芦別丹九郎、幕内経験者同士の相撲から始まります。制限時間いっぱいです。よしみやって今日のぶつかりました。のぶつかりました。前に出るのはタングロー、はけはけ、回り込みに行くのは清見丸だが、足別タングロータングローに軍配です。手がついたようです。ただいまの取り組みは清見丸に突き手がありましたので、足別タングローの勝ちであります。手がついてしまいました。芦別丹九郎が勝っています。準決勝進出。清見丸敗れはしましたが、来場所は十両返り咲きということになります。北春日部九之助2号に札幌味噌汁粉、西方北春日部九之助2号、埼玉県出身春日部部屋、東方札幌味噌汁粉、札幌市出身タック部屋。準々決勝の相撲です。埼玉県の春日部市にいる、キャラクター、はい、春日部久之助くん、後ほど中入りのコーナーでこの久之助くんに関しての、お知らせがございます。どうぞお楽しみ。ぜひ今日勝ってほしいなと思っておりますが、どうでしょうか。制限時間いっぱいです。よしみやっていきゃー、流れぶつかりました。流れ味噌汁粉です。流れ札幌味噌汁粉、札幌味噌汁粉の勝ち。そうはいきませんでしたただいまの決まり手は押し出しで札幌味噌汁粉の勝ち。強い相撲でした。札幌味噌汁粉が準決勝進出。北春日部久之助2号、残念ながら敗れはしましたが、来場所十両返り咲きを決めています。小倉城に御殿場猫にゃん、そっち先行くんですね。
あ、もう一つあったんですね、はい、飛ばしてました。揚げ揚げの方ですね。そうですね、言っていいですかね、はい、西方北九味噌味噌、福岡県出身福岡米屋、東方揚げ揚げ羊蹄山、北海道出身北海道米屋。出ますか、いました。っていうのはあの私から、まあ、あの7日目も言いましたけれども、あのソーシャルディスタンシングですかっていうので、あの距離を我々は離れてチケチケしていますので、ウィブーさんがどんな行動してるか見えないんですよ。こっから壁もあるんですよ、まあですね、我々の中には間にはだからもしかしたらもう鼻くそ飛ばしてるかもしれない。もしかしたら全然僕の話聞かないで聞かないで鼻くそ飛ばしてるかもしれない、ね、その可能性もあるんです、うん、そうですね。いやー本当ね、うん、まさかこんな日が来るとは ね、 そうですね、我々の間もね、うん、なかなか大変ですよ、この壁一枚隔てるだけでも ね、 ね、全然勝手が違いますもんね。エクジンさんありがとうございます、お久しぶりです。ありがとうございます。すごいあの自由な人がいるなって思って、ね、ちょっと幕下トーナメント中なかなか触れられないんですけども、ね、ねえ、エグジェンさんだったのかな。そうじゃないのか。そのまた別の方なのかな。タピオカミルクティーとか自由だなと思ったの。自由ですね、うん、くしくも2人ともミルクティー飲んでますからね。そうそうそう、今日ね。非常に非常に我々私も特にこうやって座って実況するのが上相撲史上ほとんどないんで、うん、慣れるまで大変です。準々決勝の相撲、揚げ揚げ羊蹄山と北九味噌味噌、制限時間いっぱいです。よしみやって今日は長大ぶつかりました。長大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 北九味噌味噌寄り倒しです。北九味噌味噌の勝ち。ただいまの決まり手は寄り倒し、寄り倒して北九味噌味噌の勝ち。強いですね。あ、今のも足元からこうちゃぶ台返しのように行きましたね。強い相撲でありました。北九味噌味噌が準決勝進出。揚げ揚げ羊蹄山敗れはしましたが、来場所十両返り咲きです。小倉城に御殿場猫にゃん。西方小倉城、福岡県出身福岡米屋、東方御殿場猫にゃん、静岡県出身アンビックベア。幕下トーナメント最後の取り組みであります。もう小倉城出たと出た、あの小倉城が土俵に上がると出たって言ってくれる方がいます。そうですね、そのぐらい今注目株です。今日はベテラン幕の内の経験もある御殿場猫にゃんが相手です。まあ、一つのこれ指標になるかもしれないですね。そうですね。いや、キミリモさん、お金があれば透明アクリル板立てるのにね。いやいやいや、あのアクリル板なんかね、持ってくるのもあれですしね。そうですね、だからあるものってことで、はい、今日はね、せっかくこれハッピールームさんね、はい、いろいろ備品があるので、そうですね、あるものでね、アクリル板よりもね、このパーテーションはいいですよね。暑いですよね。そうですね、かなり分厚くてね、あのすごい守られてる感はあるんですけどね、まあ、簡単に言うと鏡なんですけど、はい、姿見なんですけど、はい、これだとね、いいよね、これ、はい、これでね。さあ小倉城さらに駆け上がるのか、ベテラン御殿場猫にはどう戦っていくか。制限時間いっぱい、両親やって、今日は長大ぶつかった、お試合です。長大小倉城前に出た、長大長大突き放す、長大長大長大残す御殿場猫にゃん、百球長大残すが小倉城、押し出しです。小倉城に軍配、物いい物いいです。タックウィング勝負審判元横綱タック、ちょっと見えないですけど、はい、どうなんですか。あの御殿場猫には出てますね。全く小倉城、全く小倉城のね、右ボディがこのまんま行くと出るだろうなっていう感じですけど、まあまあ今は出てないんですよ、向こう正面カメラで。あ、そっかそっかそっか、うん、なんかあの足がどうかなって思ったんですけど、うん、出てないです。足もこれ残ってるんですね、はい、
あのボディがねでかいんで出てるように見えるんですけど、本当の足ってもっと内側にあるんですよ。はいはいはい、はい、だから下についてないんですよね。ああ、影見えますね一応ね、はい、じゃ残ってますねこれね、はい、はい、確認でした。ちょっと見えないんでそうですね、ただだこのまんまいけば確かに、あ、こういう負け方もあるなっていう片鱗は見えましたよ。確かにね、うん、ただいまの競技についてご説明します。行司軍配は小倉城に上がりましたが、小倉城の足なのか何かが出てるんじゃないかと物言いがつきましたが検証の結果出ておらず、軍配通り小倉城の勝ちといたします。小倉城、ただいまの決まり手は突き出し、突き出して小倉城の勝ち。まあでも御殿場猫にはもういい相撲をしてましたね。だから負けるならこうなんじゃないかっていう相撲をこう見せてくれたっていうのはやっぱりさすがベテランだなと思いますね。御殿場猫には敗れはしましたが、来場所十両返り咲きとなります。小倉城でもまだそこは見せてないという感じ で、ね、ついに準決勝、これ福岡決戦が実現となりますね。そうですね、向かい二人の対戦、これも楽しみです。準決勝決勝すべては、千秋楽にお送りしてまいります。では基本ルールです。身長 6.5 センチまで、片足の長さ 2.7 センチまで、しこ縄地域にちなんだもの、地名や特産物の名前など含めていただいております。年齢の概念もあります。そしてエントリーもお待ちしています。5月の幕下昇進トーナメント、ゴールデンウィーク明けに行う予定になってますので、4月中に、送っていただければ間違いなく幕下トーナメントに、参加ができます。幕下昇進トーナメントに参加することができます。ユニパックで紙相撲協会の方にメールをいただければと思います。よろしくお願いします。さあ十両の取り組みです。これより十両の取り組みであります。室蘭力足に舞鶴アクアワールド、西方室蘭力足、西十両5枚目、室蘭市出身室蘭部屋、東方舞鶴アクアワールド、東十両4枚目、京都府出身京都部屋。これより十両の取り組みであります。静かなること城のことしまってきましたよこれだからあれですね、小倉城がもし幕内入ったらその辺ちょっと使わせてもらいたいですね。あ、そうですね、そうですね、頑張ってちょっと上に上がってきてほしいですね。ね、もう城のごとしてってか城ですからねこれを突っ込まずにはいられない。これちょっとなんか使わせてもらいたいですね。だからあれ館内の皆さんが突っ込むんだろうね。そうそうそう、城だろーってこれいいな早く上がってこいよ小倉城。館内エクジェンさん、リクエスト勝手にシンドバッドお願いしますってことなんですけど何度も申し上げますけれども誰の力士にこの曲とかっていう風に言ってくださらないなかなか難しいんです。そうですね、お願いしますさあ頑張れ力足という親方からの声もありますが、全勝同士勝った方が十両優勝という相撲になります。解説に坊さん、はい、注目ですね。これはだからですね、この小兵ブームに乗っ取った舞鶴アクアワールドがこう攻めていくのか、はい、そしてこう高画質配信用に作ってくれたこの力士が実力も兼ね備えててこのまま行くのかっていう、これは見どころですよね。だから今の牛乳パックで紙相撲これからを引っ張っていくような2人だと思いますね。4連勝できました両者、勝った方が十両優勝という相撲、大きな室蘭力足か、それとも小兵の舞鶴アクアワールドか、どちらが勝っても初めての十両優勝となります。制限時間いっぱい、よし、やっていけ、長年ぶつかった、横に動いたアクアワールド、長年前に出るの力足、長年舞鶴アクアワールド
クアワールド、アクアワールドに軍配、マイズルアクアワールドに軍配です。物言いは出ません。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってマイズルアクアワールドの勝ち。この最終的な迫力は室蘭チカラスの方があるんですけどね近寄ってくる、ね、近寄ってくる。この迫力はチカラスの方があるんですけど、そうですか、そうですか。ご覧いただきましょう、まあ、うまかったですけどね、確かにね。重量優勝はこれでマイズルアクアワールドに決まりました。土俵際最後もつれましたね。そうですね、もう力足の押しも良かったんですけど、まあ、ただちょっと最初からアクアワールドも狙ってたなという動きはしてますね。親指が出ましたね、迫力の親指ですよですね。ただ小兵が勝ちました。これがまあ牛乳パックで紙相撲の一つの醍醐味ですね。そうですね、舞鶴アクアワールドが5戦全勝で重量優勝を決めています。あ、拍手飛んでます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうか、やられたかって。いや、これね、でも負け方として悔しいですよ。ここまで行って、負けるのはね、だから力しのチャンスもあったわけですから、もったいなかったですね。ねえ、やったーけど見逃したーって。勝利の瞬間を。ちょっとリプレイ。いきますか。特別ですよ。ちょっとだけ時間に余裕あったからこれですね。立ち合いは力足の押しも良かったんですよね。うまく中に入りましたね。そうですね、マイズルアクアワールドが、重量優勝を決めています。23歳京都府出身の京都ベア親方松竹さんです。室蘭力足敗れて4勝1敗、新十両の場所ですが立派な成績を収めています。西岡艦隊にアソストロベリーちゃん、西方西岡艦隊、西十両7枚目札幌出身タックベア、東方アソストロベリーちゃん、東十両3枚目、熊本県出身西原村ベア。アソストロベリーちゃん2勝2敗、西岡艦隊も2勝2敗、勝てば重量残留という両者の相撲、あるいはアソストロベリーちゃんは幕内返り咲きかという、そういう相撲です。制限時間いっぱい、よしやって、今日は流れぶつかりました。浴びせていくのは西岡艦隊、前に出ます。残すストロベリーちゃん、西岡艦隊、西岡艦隊の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して西岡艦隊の勝ち。西岡艦隊が勝っています。勝ち越しを決めました。アソストロベリーちゃんは敗れて負け越し、かなりこれは分かれ道になってしまいました。西岡艦隊勝って3勝2敗、勝ち越し十両残留、敗れてアソストロベリーちゃん2勝3敗、負け越しで来場所は幕下に落ちてしまいます。アソゴールデンオロチに定山系カッパ、西方アソゴールデンオロチ、西十両2枚目、熊本県出身西原村部屋、東方定山系カッパ、西十両3枚目、札幌市出身札幌部屋。定山系カッパなんですが、ここまで4連敗、負けると引退です。まあ、こういうルールがあります。まあってなぜあの、あらまあって言ったんですけど、あらが小さすぎてね、まあとしか聞こえなかったと思うんですけど、自分でもあらは小さかったなと思ってますよ。十両でもこのルールはあります。5連敗すると引退です。もう休場はできません。32歳、先場所幕内で休場したんですよね。そうですね、今場所もなかなか状態上がらず、先場所の4日目からずっと黒星が続いています。なんかまだまだいい相撲取れそうな気はするんですけど、なかなかそれが実力として発揮できてない感じはしますね。阿蘇ゴールデンオロチ、こちらは1勝3敗です。すでにこちらも負け越しが決まっています。さあ、定山系カッパ、なんとか、まあお風呂入ってる場合じゃないかもしれないですねそうですね、すげえゆっくりしてますよね目の前にバイクあるんですからねこん
んなにゆっくりしてらんないと思うんですよしかも負けたら引退です。そうですよカッパ横って言ったらいいんですかね、ねみんなで。そうです。もう早く気づかせてあげないと、ね、後ろじゃなくて横。これ気づかせてあげないと危ないっすよ。相当やばいっすよ、これ。カッパのんき。負ければ引退、定山系カッパ。制限時間いっぱい。よしみやって、キャー流れ。ぶつかった、下がってしまった。定山系カッパ。定山系カッパの勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して定山系カッパの勝ち。危なかったですね。引退回避です。いやいや、やりましたよ。なんとかまあ現役続行と。そうですね、いうのがまず第一ですからね。はい、勝って定山系カッパ1勝4敗、朝ゴールデンオロチ敗れて1勝4敗で、両者残念ながらですが来場所は幕下トーナメントからということになってしまいます。ヨット丸に加賀丸。西方ヨット丸、西十両筆頭、神奈川県出身、神奈川部屋。東方加賀丸、東十両6枚目、石川県出身、石川部屋。十両最後の一番であります。オロチの方が心配かもそうですね、あの下がり方はね。十両最後の一番、加賀丸3勝1敗、ヨット丸2勝2敗。ヨット丸は勝てば幕内返り咲きかという相撲なんですが、負けると一気に幕下へという、そういう大きな相撲になります。制限時間いっぱいです。よしみやって、キャー、なぐでぶつかりました。なぐで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 。ヨット丸負け越し。まあでも加賀丸がいい動きでしたからね。最後喉輪からね、いきました。加賀丸勝って4勝1敗、これで幕内復帰が見えてきましたね。そうですね、加賀丸上、加賀丸下が久々にできますね。どうなるでしょうかね。ヨット丸敗れて2勝3敗、こちらは負け越しで一気に幕下トーナメントに落ちてしまうということになりそうです。牛乳パックで神相撲実況中継、最終盤、今場所の8日目の取り組みをお送りしております。これから幕内ですな。さあ今日の取り組みです。あ、なお十両はマイズルアクアワールドが優勝を決めています。幕内は里山ですね。そうですね、全勝の里山と横綱のルベサノリアの結びの一番、これにつきますね今日は。いやもう本当にこの一番だけやりますか。じゃあえいつ今今その後どうするんですか。この一番だけやっても今日はもうひっそりと、あ、短縮営業ですか。そうです、我々もあとはもうこっちでやっておきますんでみたいな。なんですかこっちでやっておきますんで。そうです、そういうのもだんだんもしかしたらそういう形に変わっていくかもしれない。何ですか、3分クッキングみたいな。そうですよ、出来上がったのがこれですみたいな。そうです、差し替えますみたいな感じで。何ですかそれ。短縮配信かって、ほら館内の声出てますよ。そうですね、まあ、やっぱりね、いろんなことが想定されると思うんですよね、やっぱりね、これから先。はい、だからやっぱりそういう場合もあとはこっちでやっておきますっていうのもあるのかもしれないねえ、いや正直なところ、これ千秋楽できるかが心配でね。そうですね、これからの動き次第では。あの今日どうだったんだろうな、北海道は、ね、うん、今のところはもう来週が千秋楽でね、はい、とにかくそこまでいければと思ってはいますけれどもね。本当各地で今かなり新型コロナウイルスの感染者の数が増えているという状況なので、はい、我々北海道民もね、もう一度引き締め直さなきゃいけないという感じになってますからね。ね、
海道札幌市北区篠野にあります木田商店ハッピールームから中継でお送りしている牛乳パックで神相撲中継、我々もマスクをつけてなおかつ、私と海坊さんの間にはパーテーションを設けて、そうですね、今日は配信を行っております。幕の内の相撲が始まります。これより幕の内の取り組みであります。輝きに美瑛五輪の山、西方輝き、西前頭14枚目、石川県出身石川部屋、東方美瑛五輪の山、東前頭16枚目、美瑛町出身タック部屋。これより幕の内の取り組みであります。幕の内の相撲が始まります。引き続き実況は私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。そして北海道札幌は春がどこに行っちゃったんだろうというぐらい寒い今日の気候です。まだ雨は今の時間落ちていませんけれども、かなり暗いんですよね。そうですね、館内の声、無観客相撲ならぬ無視会相撲や無叩き有罪相撲や何を動くか分かんないですね無叩き相撲無叩き相撲すごいですね。無叩き相撲って響きがすごいですこれすごいですね。そうですね、無叩き相撲何すんだろう。その場合どうこの状態からどう動くんでしょうね。ね、ムタタキですか。ムタタキ。叩いちゃいけない。そうです、ムタタキですからこれは。それでちょっと興味ありますけどね。さあ、美瑛五輪の山3勝4敗、輝きは5勝2敗です。幕の内。最初の相撲、制限時間いっぱい、よしみやって、今日長田ぶつかりました、組み合った、前に出れば美瑛五輪の山、長田っていく、ただ寄り返ってが寄り切りました、美瑛五輪の山の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って美瑛五輪の山の勝ち。美瑛五輪の山が勝っています。こちらはこれで4勝4敗と返り入幕の場所、うん、星を5分に戻して千秋楽、輝き敗れました、5勝3敗と変わっています。水戸千葉におにぎり博多丸、西方水戸千葉、東前頭17枚目、茨城県出身茨城部屋、東方おにぎり博多丸、東前頭14枚目、福岡県出身西原村部屋。背中が来る、エクシェンジさん、ちゃんとこの時こういうこの水戸千葉がいるときにはいるんですかね7日目もそうでしたけど。ああ、そうですね、うんうん、どうですか今エクシェンジさんいらっしゃるんですかエクシェンジ親方の大ベテラン水戸千葉頑張ってますからね、うん、帰り入幕4勝3敗です。おにぎり博多丸2勝5敗です。今あの番付表、幕の内に行けば、はい、番付表で親方名も入りますから ね、 ね、今ね入ってますからね、はい。さあ、おにぎり博多丸は2勝5敗です。すでに負け越しが決まっていて、あまり連敗が続くとこれ、休場ができないので引退ということにもなりかねないおにぎり博多丸。水戸千葉は勝てば勝ち越しの相撲、制限時間いっぱい、よしみやって、きょーい、長田ぶつかった、前に出た、あてがっていきますが、押し込んでいくのは博多丸だ、寄っていく、おにぎり博多丸、おにぎり博多丸の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切っておにぎり博多丸の勝ち、連敗を止めています。あ、いい押しでしたね。おにぎり博多丸勝って3勝5敗、水戸千葉敗れて4勝4敗で千秋楽ということになります。西原西流に名古屋拓斗山、
西方西原斎流西前頭12枚目熊本県出身西原村部屋東方名古屋拓斗山西前頭13枚目愛知県出身愛知部屋西原斎流3勝4敗名古屋拓斗山5勝2敗です。ここで一つ引退力士ですね、ジャコジャッコ、はい、残念ながら引退となっています。そして高尾さんも引退となっています。二人の幕内での引退力士ということになってしまった今場所、寂しい今場所です。まあ、個性的な力士がいなくなってしまうということでね。そうですね。今後は型となって次の人生を歩むんでしょうけど、ジャコジャッコは違いそうですね。いやー、もう次の人生はまあやっぱりね決まってますから俳優業と。そうですね、俳優業として決まってますからね。まあ、解体ができないんであれね、はい、あの型にもならないんですよね、きっと。そうですね、難しいでしょうね、あれをこう型にするのは。型にするのは大変ですね、はい、きっとならないでしょうね、確かに、はい、名古屋拓斗山は5勝2敗西原斎流は3勝4敗です。制限時間いっぱい、よしやって、今日乗れ、ぶつかりました、乗れ乗れ、足を取りに行きますが激しい相撲になった。西原さん内掛け決まっています。西原斎流に軍配です。ただいまの決まり手は内掛け。内掛けで西原斎流の勝ち。大丈夫でしょうかね、得点も。まあ結構激しく引かれましたからね。西原斎流は見事なまでに黒白黒白と交互に来て4勝4敗ですね。美瑛五輪はもうそうだったんですけどね。これはじゃああれですか、千秋楽はおまけになられる感じですかね。順番だけで順番だけでいくと投げ越しちゃいますね。どうでしょうかね。名古屋拓斗山敗れて5勝3敗となっています。愛知ヨントルルちゃんにグミサワクマ兄弟。西方愛知ヨントルルちゃん東前頭13枚目愛知県出身愛知部屋。東方グミサワクマ兄弟東前頭12枚目静岡県出身アンビック部屋。海沢熊兄弟が5勝2敗愛知ヨントルルちゃん3勝4敗です。先週も確かそうだったんですけど、あまり多分気づかない範囲だと思うんですが、たまに回線が不安定になります。回線がなのか、もしかするとニコ生さんなのかちょっとわからないんですけれども、今後もひょっとすると安定しない部分があるかもしれません。あらかじめご了承いただければと思います。本当に一瞬で治るんですけどさっきからずっと、先週もちょっとあったんですけどね。実はグミサワクマ兄弟5勝2敗できています。まあ海坊主さんが言うには2敗勢は残念ながらってことですからね。まあちょっと今回はすいませんすいませんってことでしたからねそして愛知ヨントルルちゃんは
ここを踏みとどまれるかどうかです。制限時間いっぱい、よしみやって、きょうのぶぶつかりました、突き放したのは組沢でした。突き出し、組沢熊兄弟の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して組沢熊兄弟の勝ち。6勝目を挙げましたが、これでもまあね、優勝争いはあるかもしれないですけど、まあでも自分のためにね、やっぱり勝つっていうことは大事ですから、まあまあ勝ってもらってね、ごめんなさいっていう感じになりますよ。組沢熊兄弟勝って6勝2敗愛知4トルルちゃん敗れて3勝5敗、残念ながら負け越しとなっています。厚別茶色の塔にイルカ池カンガルー、厚別茶色の塔、西前頭10枚目、札幌出身、下田ビッグベア。東方、イルカ池カンガルー、西前頭16枚目、愛知県出身、愛知ベア。イルカ池カンガルーが3勝4敗、厚別茶色の塔は2勝5敗です。お試合になりそうなこの対戦。制限時間いっぱい。よしみやって、キャーノーデッ、ぶつかりました。ノーデッ、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 後ろを取りました。ノーデッ、ノーデッ、ノーデッ、さあ、ノーデッ、ノーデッ、残している、残している。ノーデッ、ノーデッ、ノーデッ、厚別茶色の塔。どうだ、内掛け決まりました。厚別茶色の塔逆転。ただいまの決まり手は内掛け。内掛けで厚別茶色の塔の勝ち、見事決まりました。これはまあまあまあ危なかったですけど見事でしたね。厚別茶色の塔が勝って3勝5敗としています。敗れてイルカ池カンガルー、こちらは3勝5敗、残念ながら西の16枚目負け越しとなっています。湘南トカゲに京都爽やか海、西方湘南トカゲ、西前頭15枚目、神奈川県出身、神奈川ペア。東方京都爽やか海、東前頭10枚目、京都府出身、京都ペア。ワイルビちゃん、ワイルビちゃん。すいませんね、これも見えない弊害かもしれないですけど、ワイドビジョンとかさっきの背中が来るとか、はい、タイミングがちょっとね、ああそう、そうなんですよ、もう2人終わった後にやろうかなと思って、ちょっと変えようかなと思って、ね、なぜ見えなくてね、いやすいませんね、いやなんかこうなんか逆にね間に入れない方がいいかなと思って思ってちょっと試しにやってみました。あ、そうなんです、はい、いや、それならそれでいいんですけれども、はい、なんせこれ見えないっていろんな弊害があるなって思ってねやってて、多分呼んでる時にやったら、うん、この足跡の1曲1回の分で2人分って読めないタイミングがあるかなと思って、はあはあ、で逆にこう2人もう読んでもらった後にこっちで、うん、勝手にやったらいいかなと思ってっていうなんかすごい裏の話も今してますけどでもその方がやりやすいかなと思って、尺の関係でいろいろ先生今ちょっと尺の関係を今考えてあるんですよ、その方が大輔さんもやりやすいかなと思ってちょっと今試しにやってみたんですよ、ね、この二人に関しては。あ、そうですか、どっちがいいですか、ね、これもきっとね見えていればいろいろ判断もね、私もあ、いやいや、この方がでも スマートですよね。あ、じゃあちょっとこっちのスマートに行きますか、はい、そうしましょうか、はい、姿見で三面鏡を作ればいいかもあ、まあできますけどね、確かに、うん、いやでもね、大輔さんもね寂しいって言ってますけど、海ぼからしてみたらただの壁でしかないですからね、これねこっちが鏡になってないんですよ、湘南とかけど今京都爽やかみの気持ちですねそうですよ、だからもう本当に教会の牧師に話しかけてるような感じになってますから今完全に京都爽やか海4勝3敗、湘南トカゲが、4勝3敗です。制限時間いっぱい、よしみやって、今日はので京都爽やか海の勝ち。
課題まの決まり手はイゾリ、イゾリで京都爽やか海の勝ち。まあ、これはこうなりますね。そうですね、なかなか避けられない事態だったんですね。京都爽やか海勝って5勝3敗勝ち越し、湘南トカゲ敗れて4勝4敗です。これでもキノコ圧別にファイヤー西区、西方、これでもキノコ圧別西前頭8枚目札幌出身タックベア。東方ファイヤー西区東前頭15枚目愛知県出身愛知部屋。ファイヤー西区が3勝4敗、これでもキノコ圧別は4勝3敗です。前に出たい両者、制限時間いっぱい、両者もやって、今日は残れぶつかりました。残れ少し横に動いたのはファイヤー西区、両者は離れました。残れ残れ残れ、両者が土俵際引き落とし、これでもキノコ圧別、これでもキノコ圧別の勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落としてこれでもキノコ圧別の勝ち。勝ったのはこれでもキノコ圧別です。5勝3敗勝ち越しとなりました。敗れてファイヤー西区3勝5敗、残念ながらこちらは負け越し、東の15枚目、千秋楽が重要になりそうです。ことになめに高畑不動明式神残機に、西方琴に波、西前頭9枚目札幌市出身琴に風部屋。東方高畑不動明王式神残機に、東前頭8枚目東京都出身ほぼピン部屋。ファイヤー海さんも落とし、勝ち星も落とす。どうですか？どうですか？落とされた側としては。ああ、まあまあそうですね。目的地にたどり着けない悲しさっていうのを今味わってますね。もうただでさえ自粛なのに、行き先もあるのにもかかわらず途中で投下されたわけですよね。でもよくあるでしょ。よくありますよ。そんなもの、そんなものよくありますよ。ノースアイランドでは、ノースアイランドではよくあるでしょ。もう10日どころかね、もう知らんところにポイ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 、私はポイ捨てと呼んでますけれども、ポイ捨てされることもよくありますからね。よくって。どんだけ虐待番組だと思われるでしょう。B 級虐待番組。どんだけパワハラ番組だってなるでしょ。B 級虐待ってすごい。すごいな。琴ノ波は3勝4敗、残機に2勝5敗です。制限時間いっぱい、ルシミやって、今日は殴れ、ぶつかりました、もう抜けない、突き放しました、残機に殴れ、琴ノ波応戦します、後ろ向きました、琴ノ波の勝ち。ただいまの決まり手は後ろもたれ、後ろもたれで琴ノ波の勝ち、逆転でした。まあ残機にも伺ってたんですけどね、どこから攻めるかっていうのを見てる間にちょっと吹っ飛んでしまいましたね。琴ノ波勝って4勝4敗と星を戻しています。敗れて高畑不動明式神残機には2勝6敗となりました。こぼれの赤い熊鉢に藤の飛び、小幌の赤いクマンバチ、
三島江頭五枚目、豊浦町出身マスクド海海部屋。東方富士の飛び、東前頭七枚目、愛知県出身愛知部屋。富士の飛びが4勝3敗、小幌中井熊鉢は5勝2敗です。あ、コミュニティをフォローしてくださった方がいるようです。ありがとうございます。ありがとうございます。焼きみのもさん、残機にのくたびれ感が高画質です。くたびれ感も結局すごい伝わりますからね、結局ね。力士の衰えとかもだから触るようになったんですね。だからいいですよね、そういう、まあ、シワ小じわとかじゃないですけど、人間で言えばね、うん、そういうのも顔には現れてきますけれども、うん、まあ、上相撲力士の場合には、まあ、体にもやっぱりそういうシワの現れっていうのはありますから、ね、高画質になったことにより、まあ、やっぱりタレントさんとかも悩んでますけど、 4K になったら小じわが映るとか、そうそうそう、ね、そういうのと一緒で、うん、まあ、力士のくたびれ感も出るぞということですね。ね、でも機材提供してくださっているペンゴさん、小平ペンギン電機さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます、ね、ガラリと変わりましたもんね。そうですね、上相撲中継自体がね、まあ、印象が全然違いますからね、やっぱり ね、土俵上富士の飛び4勝3敗小幌中井熊鉢は5勝2敗。さあ押し合いになるか、制限時間いっぱい、よしみやって今日のことでぶつかりました。富士の飛び、年はどこに行ったんだ小幌中井熊鉢。ただいまの決まり手は外掛け、外掛けで富士の飛びの勝ち。壁あるから大輔さんも分かんないですよね、どこ行ったんでしょう。もう土俵の下に落ちていきましたよ。これだから上相撲ジャンプしてたら結構いい成績ですよこれ。あのサポーターズ得点でね、はい、だいぶ飛んでましたよこれね、え、はい、上相撲ジャンプって企画があったんですけど、はい、まあ、その以前ね、あの YouTube とかでもご覧いただけるんですけど、うん、確かによく飛んだでしょうね。今すげえ飛んでますからこれ。いい感じに、助走もかなり良かったですね、はい、これね。そうですね、富士の飛びだから良かったっていうのもあるんでしょうね、この反動をうまく生かしてね、うん、今度の飛ばし役は富士の飛びですかね。ありですねこれはね。候補の一人として考えておきましょう。あの競技としてだいぶ成り立ちましたもんね。成り立ちましたね、次回もね、なんかどっかのタイミングでありそうですもんね。本来であればこれなんですよ、その相撲を取ってからの飛ぶっていうのからの発想ですから。あの得点のやつはもうやらせというかね、もう飛ばすことに特化してましたから、うん、だから本来だったらこうやって相撲を取ってナチュラルに飛びたいんですよ、うん、本当はね、そうだからちょっと富士の飛びにそこはね、一役買ってもらおうかなと思いますね。館内の声でね、ペンゴさんがありがとうって書いてくださったんですけど、ね、ありがとうっていうのは我々で、ね、そうですね。むしろこっちがありがとうですからね、はい、そうなんですよ。こちらが、こちらの方こそありがとうございます。こちらですよ、はい、野球にもさん、くまーって飛んでたーっつって顔文字付きで、この良さもくれたんやかな。あー待ってみたいな感じですね。下から扇風機まであったからね。で、そう、あの上相撲ジャンプね、はい、ついにあの向かい風を導入しましてね。向かい風というか、まあ、下からの風、ね、あのエアーはね、リアルな時にはありますけどね、確かに ね、 そうそうね。ただ外でやってないしね。ね、様々な、あのエアーがすごいいい感じになりましたから ね、風に乗っていきましたから、近々、まあまあ、ね、相当遠くない未来に、サポーターズ特典の別版で、はい、多分皆さんもご覧になる機会があると思いますので、またお知らせしますね。勝ったのは富士の飛びでした。5勝3敗勝ち越しです。小幌中井熊鉢敗れて5勝3敗となっています。札幌川の海にとっかり大将、札幌川の海、東前頭6枚目、札幌市出身、おにぎり温めますカフェ屋。
方とっかり大将、東前頭4枚目、室蘭市出身、室蘭ベーヤ。幕の内前半最後の取り組みです。とっかり大将がさあ6勝1敗です。1敗の力士が出てまいりました。2敗勢、ちょっとこれ反映されてない部分があるかと思うんですけれども、川の海が2敗なんですよね。そうですね。海沢が2敗を守っています。輝が今日敗れて3敗に後退していまして、拓天はもう敗れましたね。2人負けています。京都棒人間はこの後相撲があります。まあ2敗勢はね、ごめんなさいってことなので、はい、文房さんがおっしゃるにはね。そうですよ。川の海はこれ勝ったとしても届かない可能性があると、はい、優勝には届かないんじゃないかなと思いますけどね。とっかり大将はこれ重要ですよ。そうですね。だから、まあ、とっかり大将はちょっとチャンスあるかなと思うので、はい、ここは負けられないなというところですね。一敗を守れるか。札幌川の海はまずここで勝って、そのかすかな望みをつなげられるか。とっかり大将のボールが川の海の頭に乗ってるみたいな。乗ってますね、はい、これがどう相撲に反映されるかですね。こういう組み合い方ってあるんですね。幕の内前半最後の取り組み、制限時間いっぱい、両親やって、今日は長い、ぶつかった、押し合い、長い、出し投げか、決まった、札幌川の海の勝ち。ただいまの決まり手は上手出し投げ、上手出し投げで札幌川の海の勝ち。だから今このボールですよ多分。ですかね。このボールをしゃくっていったんですよ今きっと。ね。うお。あれですね。ちょっとボールを直したがゆえにのあれだったのかもしれないですねこれね。いやーこれでとっかり大将2敗。いや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 。プレイです。これをタグっていったんですよ。ほらほらほら、このボールですよ。あ、決まりましたね。札幌川の海が勝って6勝2敗、とっかり大将敗れて6勝2敗。これで1敗は横綱ノルベサノリアただ一人現状です。ねえ、知ってる、海坊さんの予想は波乱を呼ぶよ。だからいいですよ、波乱になってくれた方がやっぱり面白くなりますからね。ただ今のやっぱりボールでした。今の一番に関してはボールですよやっぱり。あ、見事決まりましたね。東方より横綱ノルベサノリア土俵入りであります。横綱ノルベサノリア、露払い小ボロナカイクマンバチ、立ち持ち札幌川の海、行事は海坊主であります。館内の皆さんも一緒によいしょの掛け声をお願いします。せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょなら優勝します。ノルベサノリア、今日は里山の挑戦を受けます。優勝戦線重要な一番です。さて、中入りのコーナーいいですか、行っちゃって。はい、中入りのコーナーなんですが、清之助出します。あ、そうですね、はい、はい、では、はい、北春日部清之助くんなんですが、ちょっと曲が、ね、清之助くんの曲あればいいのね。そうですね。北春日部清之助くん、まあこれ牛乳パックで紙相撲でもね、ご当地キャラ公認力士として活躍している北春日部清之助くん、これ2号なんですけれども、はい、
まあ、新型コロナウイルスの対策ということでね、手洗いをしましょうという運動が各地でね、行われておりますけれども、はい、この久之助くんのね、手洗いポスターっていうのがこの度リリースとなったそうで、これじゃないですよ、これだなんかでも絵的にはなんか今のも違和感なかったですね、これマスクとかうがいとか手洗いとかって書いてますね。これ、久之助くんの公式ツイッターがありますので、はい、北春日部久之助で検索していただければ、これ、ダウンロードして、うん、印刷すれば、うん、ぜひ皆さんお使いくださいってことなので、うーん、ぜひこれ久之助くんとても可愛いですよね。いいですね。これ使っていいんですか？使っていいってことなので、なので皆さんぜひ久之助くんの北春日部久之助と検索していただいて、ツイッターのアカウントの方で、この画像ダウンロードできますので、あと、もっと綺麗に印刷したいっていう方はね、はい、4月の多分来週の中ぐらいまでだったと思うんですけれども、はい、セブンイレブンのコピー、はいはい、コピー機で、そこで直接印刷できるということです。有料ではありますけれども、そんな高くないんで、うんうん、ぜひよかったら、これも詳しく書いてますので、はい、北春日部久之助くんの、ツイッターアカウントご覧ください。よかったらフォローもしてください。でいいんじゃないですか、こういうの ね、どっか掲示しておいたり、あるいは手渡ししたりっていうことになるんじゃないですか。これいいですよ ね。これ下飛びのフリートピーでもやってもいいですか、これ。ああ、喜んでくれると思いますよ、はい、はい。これちょっとね、やっぱりこれはちょっと広めたいですね。ね、はい。まあ、いろいろ様々なところで行われてますけれども、やっぱこういう可愛いチラシとかね、ポスターとかっていうのはとても、ね、はい、いい効果があると思いますので、ね、これ久之助くんもあらかじめ許可いただいて、ね、こうやって紹介させていただきました。ああ、今きっとこれツイッターのページを貼ってくれてるんですね。ありがとうございます。ぜひアクセスしてみてください。ペンコさん、ありがとうございます。ありがとうございます。アクセスしてみてください。以上、北春日部久之助くんからのお知らせこの時間お送りしました。この後は幕の内後半戦です。3分後ぐらいに再開します。なお、上相撲中継は延長してお送りします。
北海道発牛乳パックで紙相撲。2020年3月4月場所、これより8日目幕の内後半の取り組みであります。東くんに室蘭さん海海。3枚目札幌出身東くん部屋。東方室蘭さん海海。東前頭9枚目室蘭出身マスクド海海部屋。北の大地はジャングルは北の大地はジャングルだ。北のこれより幕の内後半の取り組みであります。幕の内の後半戦です。引き続き実況は私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。東くんズームって聞きます。ありがとうございます。ありがとうございます。3勝4敗同士の相撲です。あ、海海今日負けると休場です。うん。まあまあまあもうね、でもだいぶそうですね、年もう32なんですもんね。はい、そうなんですね。まあ、若くから番付上の方ですからね、はい、そうですね。5連敗すると引退、それを回避するために1年に1回の休場が認められています。3勝4敗同士、制限時間いっぱい、よしみやって、キャー流れ、ぶつかった、流れ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 、動かない東くん、いや、吐け、吐け、張り手一発、海海、流れ、流れ、流れ、動かない東くん、はけっはけっはけっ、流れ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 、東くんは動きません。久しぶりに東くん無双でしょうか。これははけっはけっ、ピタリと全く動かないのは東くん。流れ流れ流れ、さあ海海は土俵際です。いつの間にか土俵際、はけっ流れ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 、さあ東くんがやや前に出ましたが、いや、はけっはけっはけっ、流れ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 、いや、はけっ、お尻とお尻でぶつかるか、はけっはけっ、流れ流れ流れ、お相撲になっています。流れ流れ、いや、はけっはけっはけっ、流れ流れ、さあ、海海をなんとか粘っています。流れ流れ、まだ海海にも余裕があるか。流れ流れ、東くんが土俵際です。今度は東くんが土俵際、海海も下がってしまった。流れ流れ、両者が土俵際、流れ、いや、はけ、背中合わせ、はけはけ、流れ流れ、東くんが苦しいか。流れ流れ、いや、はけはけ、後ろもたれにいくのは海海、流れ流れ、流れ、いや、はけ、残したのは海海、東くんが今度は苦しい。流れ流れ流れ、海坊主も苦しい。流れ流れ流れ、流れ流れ、流れ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 、いや、はけはけはけ、流れ館内シリスモという声も飛んでいる。流れ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 、いや、はけはけ、流れ流れ流れ、東くんが残している。流れ流れ、今度は東くんが出る。流れ流れ、いや、はけ、海海も土俵際、はけ、両者と引き合いになった。流れ、さあどっちが残る。流れ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 、いや、はけはけ、流れ、どうか東君の勝ち。ただいまのお決まり手は後ろもたれ、後ろもたれで東君の勝ち。苦しい大相撲でした。
叩き役も今日はマスクをつけるので相当疲れてることでしょう。もうね、もう2日目のもう中盤を過ぎましたよ。それでこの長さでマスクはね、酸素が欲しいですね。3分ほどの相撲だったんじゃないでしょうか、ね、今。いやー、お相撲でした。そして海は休場です。休場、初めての休場です。千秋楽を残して休場。2分台の相撲だったかと思いますが、いやー、すごい相撲でした。いや、東君も手つきそうで危なかったんですよね。無双で海もこんなにやる気出してるの珍しかったんですよね。まあ決まったかなっていう場面が何度かあったんですけど、 それでも決められなかった海でしたね。無双に対してあんだけベチベチ行くのも珍しいんですよ、海。そうでしたね。いやー、まあ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 、でもやっぱりさすが東くんですよね。すごい試合だったって来ています。ありがとうございます。ありがとうございます。私も実況してて苦しいんですけど、叩いてて苦しいでしょう。そうですね、もう声出して叩いてですから ね苦しいでしょう。酸素は欲しくなりますね、やっぱりね。勝ったのは東くんです。4勝4敗としています。室蘭さん、海海敗れて3勝5敗で負け越し、そして残念ながら、休場ということになってしまいます。銀屏風に京都棒人間。西方銀屏風、西前頭6枚目、室蘭市出身、室蘭部屋。東方京都棒人間、東前頭3枚目、京都府出身、京都部屋。2敗の京都棒人間、5勝2敗できています。銀屏風は4勝3敗です。これもなんか長い相撲になりそうな感じの組み合わせではありますが、ね、よく先ほどの相撲で水入りがかからなかったなと思っていますけど、ね、制限時間いっぱい、よしみやって今日は流れぶつかりました。流れ伊蔵里香、どうだ。京都棒人間、京都棒人間に軍配です。物言い、物言いです。勝負審判元横綱タックウィング、ついてない。ついてないんですよね。ついてないんだ、はい。あ、本当ですね、はい、ちょうど今ね、下から見れてるって僕ね、左足がね、ギリギリついてないんです。ついてないですね、はい、はい、あ、じゃあこれは大丈夫ですね。そうですね、はい、ただいまの競技にしてご説明します。行司軍配は京都棒人間に上がりましたが、京都棒人間の体が残っておりますので、ちょっと待ってください、ね、あれは足ですもんね。あの右側は元からついてるんですよ。で左足はついてないからつけば負けなんですけど、左足ついてないんですよね。ですよね、はい、これは単にあの振り子の原理だから大丈夫ですよね。そうですね、はい、確認でした。飛んでる、銀屏風が飛んでる。ファサーッ、飛び立つ瞬間ですよ、これ。離陸ですね、これ、ね。離陸ですね、これ。ただいまの競技についてご説明します。行司軍配は、京都棒人間に上がりましたが、リプレイ検証の結果、棒人間は、体が残っており、軍配通り京都棒人間の勝ちといたします。京都棒人間。ただいまの決まり手は、いぞり、いぞりで京都棒人間の勝ち。銀屏風の飛び立った瞬間、本当に鳥が飛び立った瞬間、あーですからね。そうですね、いいの見ましたね。いいの見ましたね。京都棒人間勝って6勝2敗、銀屏風敗れて4勝4敗です。京都赤レンガ山に愛知山。西方京都赤レンガ山、西前頭2枚目、京都府出身、京都部屋。愛知山、西前頭7枚目、愛知県出身、愛知部屋。
2勝5敗同士です。ニコ生40名以上の方ご覧いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。土俵上制限時間いっぱいです。よしやって今日は疲れました。試合です。前に出るのは愛知山。愛知山、愛知山に軍配です。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して愛知山の勝ち。いやよく粘ったんですけどね。いやそうですね、土俵際よく粘りましたよ。ご覧いただきます。今のも長くなるかななんて思って見てましたけど、ね、嫌な予感がしましたよ今ね。じゃあもうちょっとマイクとこれ俵にね、そうですね、箱がつくところでしたね、はい、なんとかギリギリいっぱいのところでした。勝ったのは愛知山です。3勝5敗。京都赤レンガも敗れて2勝6敗です。香川照之に鶴ヶ吉。西方香川照之、西前頭筆頭、石川県出身石川部屋。東方鶴ヶ吉、東前頭5枚目、静岡県出身アンビック部屋。3勝4敗の香川照之と2勝5敗の駿河吉です。これも試合か、制限時間いっぱいです。よしやって今日は殴れ、疲れました。潜っていく、前に出るのは駿河吉です。寄っていきました。駿河吉に軍配です。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って駿河吉の勝ち。照之もちょっと中に入れてれば危なく、香川だったんですけどね、はい、はい。でも今すごい回線が乱れましたけど、ミコーズさんの回線も乱れましたけど、若干ね、ちょっと朦朧としてるんですよ今。いや本当気をつけてくださいね。照吉が中にもうちょっと入ってれば駿河吉今足出てるので惜しかったんですよね。あなた呼吸していただいていいですか。もうね、本当ね、さっきの一番から結構蓄積されてますよ今ね。でしょう。若干朦朧してます。これ私も先週初めてマスクをつけた状態で実況して思ったんですけど、はい、本当酸欠になるんですよねこれ。そうですね。本当辛いんですよ。時間経つにつれて辛いんですよね。そうですね。勝ったのは駿河吉で3勝5敗となっています。香川照之敗れて3勝5敗となって、こちらは残念ながら優勝の後の場所負け越しとなっています。初南桃の海に陽沢スクリーム。西方初南桃の海、東前頭2枚目、札幌出身ハッサム部屋。東方陽沢スクリーム、静岡県出身アンビックベア。東前頭筆頭、僕も朦朧としちゃった。すいません。今なんかね、言ってておかしいなって思いました。すいません。ですね、マスク朦朧としてくるんですよ、だんだん蓄積してくるんで。さて、4勝3敗の陽沢スクリームと3勝4敗の初南桃の海です。
優しい方がいらっしゃって、まあしゃあなしですよって優しい方がいらっしゃってありがとうございますすいません、本当ありがとうございます。早く普通にね、そうですね、実況やりたいんですけどね通常通り実況できる時が早く来ないものですかね。の表情、制限時間いっぱいです。よし、やって、今日は殴る、ぶつかりました、殴っていく、殴る、殴る、殴る、足をかけながら前に出たのは陽沢スクリームです。陽沢スクリーム、押し出し、陽沢スクリームの勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して陽沢スクリームの勝ち。書いてくださってますよ、館内の声、うん、もしかしてこの後の海読みはマスクの上からマスクですか汗かいていらっしゃるまあご想像にお任せしますよまあまあまあ、でももうそこはまあやっぱりそうなりますよね。そうなんの、どうなんでしょうね死ぬじゃないマスクオンザマスクですよ。死ぬでしょそれでも MOM顔文字ご覧ください。めっちゃ期待されてるリプレイご覧いただいておりました。陽沢スクリーム勝って5勝3敗勝ち越しです。初南桃の海は敗れてこちらは3勝5敗残念ながら負け越しとなっています。片や夢の藤娘、夢の藤娘、関脇夢の富士娘、静岡県出身アンビックベア、これは裏小鳥の湯、裏小鳥の湯、東方小結び裏小鳥の湯、札幌市出身タックベア、2勝5敗同士です。新三役の場所、両者非常に苦い場所になってしまっておりますが、ここからなんとか白星をつけることができるかどうか。制限時間いっぱいです。よしみやって、今日は殴れ、ぶつかりました、少し動いたのは裏ことにも言うですが、殴れ、突き放します、殴れ、殴れ、殴れ、娘も体を入れ替えに行くが前に出るが、おっと残した残した、長田長田長田残している両者が土俵際です。長田長田残している長田、夢の藤娘の勝ち。ただいまの決まり手は後ろもたれ、後ろもたれで夢の藤娘の勝ち。裏小谷の言う6敗目どうしたか。いやだからこういうその勝負どころの決めどころ、まあここは押す引く、そういうのがちょっと弱いですね。まあそのギリギリのところで今まで勝ってきてたんですよね。そうなんですけどね、ちょっとそこがそこの勝負感というかなんというか、そこが今ちょっと完全にスランプですよね、もうね。もう途中までは完全にそうですね、ペースは握ってただけにね、から押し切るということがちょっとできなくなっちゃってますね。夢の藤娘勝って3勝5敗、裏小鳥の湯敗れて2勝6敗となっています。片や名古屋ギザギザ山、名古屋ギザギザ山、西方小結び名古屋ギザギザ山、愛知県出身愛知部屋、またクラーク羊が丘、クラーク羊が丘、東方関脇クラーク羊が丘、札幌市出身札幌部屋、
3勝4敗のクラーク羊ヶ丘と4勝3敗の名古屋ギザギザ山。この辺り来場所の三役の座というのもあるので重要な終盤です。お試合にはなるでしょう。制限時間いっぱい、よしみやっていけ。ぶつかった、前出るクラーク、そこと名古屋ギザギザ山の勝ち。ただいまの決まり手は内掛け、内掛けで名古屋ギザギザ山の勝ち。クラークはこれ4連敗です。ちょっと乗り上げてしまいましたね。ちょっと千秋楽負けると引退ですよクラーク。油断しちゃいました今。ご覧いただきます、立ち合い見事な、まあ、ダッシュというか走っていきましたけど ね、押しは良かったんですけどその後乗り上げちゃったんですよね。長いですねいやちょっとだっておなんかショックだったんです今。あのパターンで負けるってなかなかなかったのでクラークさんですね、うん、名古屋ギザギザ山は勝って5勝3敗勝ち越し、クラーク羊ヶ丘敗れて3勝5敗負け越しで千秋楽負けると引退という相撲になってしまいます。片や福島富士桜、福島富士桜大関福島富士桜、静岡県出身アンビッグベア。ふるさとは後に戻せる。これは西荻の山、西荻の山。あ、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。ちょっとだけよ。東方大関西荻の山、東京都出身ユーストトゥデイベイヤ。結び前は大関同士の一番です。牛乳パックでカビズも実況中継は配信時間を延長してお送りします。さあ2敗に後退している西荻の山、まあ、この後の展開次第ではまだ優勝の可能性ゼロではありません。福島富士桜3勝4敗、こちらはなんとか大関として踏みとどまっておきたいところ。ニコ生50名の方ありがとうございます。ありがとうございます。結び前、制限時間いっぱい、両者見合っていけ。ぶつかった、足を引く、藤桜がいなした。福島藤桜、福島藤桜の勝ち。ただいまの決まり手は送り出し、送り出して福島藤桜の勝ち。踏みとどまりました。いやーうまかったですね今のいなしは。そして西荻の山は3敗目。リプレイです。まあ術中にはまったって感じですかね。そうですね。そして西荻の山の押しをこう分かっててもこれってできないので本当うまいんですよ。やりたくてもみんなできないんですよこれを。そうですね、このあたりはさすが、まあもうベテランの域、福島富士桜です。4勝4敗と星を戻しました。西荻の山敗れて5勝3敗、優勝戦線からはこれで脱落です。牛乳パックでかみずも実況中継、3月4月場所8日目結びです。西里山、里山東ノルベサのオリア、ノルベサのオリア。西方里山、東前頭11枚目、愛知県出身愛知米屋。
東方横綱ノルベサノリア、札幌市出身札幌ベア、呼び出しは大輔、行事は海坊主、本日結びの一番であります。牛乳パックで紙相撲、サポーターズを通じて、焼きみりも室蘭様、松竹京都様、ペンゴ92様、小平ペンギン電機様、以上の皆様のご支援を頂戴いたしております。牛乳パックで紙相撲サポーターズ、皆様のご支援によりこの牛乳パックで紙相撲成り立っております。どうか皆様、牛乳パックで紙相撲サポーターズで検索をしてみてください。どうかお願いします。さあ結び、逃げろ里やんという声援もあります逃げて逃げて逃げまくれさあここでも波乱はあるのかという皆さんの館内の声援です。さあどうなるか。これでもね、意外と、はい、意外と本当に、まあ、もしノルベサノリアが正面から来るのであれば、里谷も意外と正面切ってぶつかっていった方が、うん、さっきのクラークじゃないですけど乗り上げることもあるので、はい、中途半端に逃げるぐらいだったら向かっていった方がいいし、はあはあ、まあ、逃げ切れるんだったら思いっきり逃げた方がいいしっていう、多分どっちつかずだともう食われちゃいますね。確かにそういう見方もあるかもしれないですね。里山が今日勝つとその瞬間優勝が決まります。8日目にして優勝が決まるという展開になります。まあ、いっぱい、とっかり大将が敗れたことによりそうなりましたね。だからダークホースが優勝するわけですか。そうですね、ノルベサノリアが勝てば1敗で並んで、合わせて2敗勢にもチャンスが出てくるということになりました。この直接対決熱いですね。里山にとってはこれ相撲人生をかけた一番となりそうですね。そうですね、これはもうこれはもうここにあるチャンスは逃しちゃいけねえほら逃しちゃいけん。まあ、一度それこそ挫折を味わいました ね。 そうですね、この里山もそうなんです。だから三役まで駆け上がったんですけど、本当ここのこれぐらいのレベルの力士じゃないんですよ里山はね、うんうん、だからちょっとやっぱここで一発ドカンと大物食いしたったらいいんじゃないですか、うん、あ、三役までは行ってないですね。平幕の上位ですかね、うん、までは駆け上がったんですが、そこでまあ壁に阻まれて東の2枚まで行ったんですよね。うん、壁に阻まれて、あ、ごめんなさいごめんなさい、小結びまで行ってますね。ごめんなさい、9月10月場所に小結びに一場所上がっています。でその後低迷があって、うん、今のこの番付ですからね。そうですね、11枚目。ただそこで一気に優勝で何か一つきっかけをつかめばという、そういうようなね感じをここまでは見せてくれてますからね。そうですね、先場所は2勝7敗だった力士です。7連勝、解説の口車に乗らないでって松竹さんからはサイレンススカみたいじゃんって、逃げまくる逃げ馬ねありがとうございます。ありがとうございます口車ですっていや、でも大丈夫ですよ、力士言うこと聞かないんで、海坊主の言うこと聞かないんでねさあ横綱としての意地もあるでしょう。ノルベサノリア、里山勝てば初優勝、24歳。8日目結び、制限時間いっぱいです。よしみやって今日のでぶつかった前に出たら横綱寄ったやりきり、ノルベサノリア、ノルベサノリアの勝ち。勝負一瞬、ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってノルベサノリアの勝ち。一気の相撲でした。これがあるんですよ横綱には。これで今日の優勝決定はありません。いや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 、走りましたね。ちょっとやっぱ逃げる隙も与えてくれなかったですね。これはいいプレイです。これですよ
ちょっとこれはものすごいパワーでしたね。そうですね、一応ここに座布団は用意しておいたんですけどね千秋楽に優勝争いは持ち越されました。早い横綱ってさすがは横綱万着ですわ松竹さんの沈黙の木曜日って言いますけどどういうこと読み取り式は京都某人間であります。高台の皆さんも一緒に優勝の覚悟でしょ。なんか考えさせられるな今の。よいしょ深いな。あの深いですけど全然沈黙じゃな、何誰がどう沈黙してこうだったんですかなんかいやいいですけどすごいなんかキャッチーですけどね、沈黙の木曜日、ね、うん、優勝戦線はこれで里山がいっぱいになりまして、モルベサノリアと並びました。全勝はなしです。うん、スティーブン・セガール主演沈黙の木曜日ありそうですですね、うん、ありそうですね、はい、ノルベサノリアがこれで7勝1敗、里山7勝1敗並びましたちょっとなんかじわりますよ。沈黙の木曜日から何が来るんでしょうね、その金曜日は何なんでしょうね沈黙の木曜日なんですよ、ええ、多分ある程度週末はすげえパリピになるのか一旦木曜日は黙っとこうみたいな、ご陽気な金曜日来ました、ええ、充電期間なんですよ、沈黙の木曜日、ご陽気な金曜日くるくる流れですよねこれはね、うん、2敗勢にこれでチャンスが出てきましたね。はい、そうですね。まあでも今の見たらね、ノルベサか里ヤンが持ってく感じになるんじゃないですかね。これはノルベサ誰と当たるんですか。まあこれは通常でいきますと桜、富士桜でしょうけど、これどうなりますかね。これもだって里ヤンと当たりましたからね。そうですね、だから絶対あと里山の相手が誰かってこと、そういうことです。だからもう直接対決やっちゃったから絶対どっちか勝つってことはなくなっちゃいましたからね。はい、どうするんですか。憂鬱な月曜日いただきました土日は土日飛んで一気に月曜日、あれね、平日はこの人嫌なのかな、やっぱりその月曜日、憂鬱な月曜日、そして沈黙の木曜日ってきてね激動の火曜日迎えて、なんかもうだから土日も欲しいですねこれね。スティーブン・セガール7日間大変ですよこれ結構普通の来ました、その後の週の真ん中水曜日水曜日はどうしてるんでしょうね、その木曜日は沈黙してますけど、水曜日はどれぐらいのテンションなんでしょうね、千秋楽は来週ちょっと時間変わって、16時から午後4時からの配信予定となっています。この後マスクドミミのレトロゲームジャンプありますので、こちらもご期待ください。マスクオンマスクなのかどうなのか本当新型コロナウイルスによって本当皆さんいろいろなところで影響を受けているかと思いますけれどもね、牛乳パックで紙相撲も来週無事にお会いできればというふうにも、願いながら、はい、この1週間はこんなにこの後金曜日なんだっけ陽気な金曜日、ご陽気な金曜日、はい、そしてその後のね憂鬱な月曜日、週の真ん中水曜日を乗り越えてそうです、ね、またお会いできればと思います。また沈黙の木曜日ねお会いできればと思っておりますお気をつけていただきましょう。どうもありがとうございます。ということで、ではまた千秋楽の中継お楽しみに。実況私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りしました。今場所の結末はどうなるんでしょうか。この辺りで今日は失礼します。
ララ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